はい。それでは今回は、独立分子構文と関与表現について勉強していきます。まずは前回の復習からにはなりますが、分子構文の組み立て方について、まず、接続詞を取るということ、次に主語が同じ場合は主語を省略するということ、時世が同じ場合は動詞を現在分子にするということ、ビーイングは原則として省略できるということ、また、 こちらは省略されることもありますが通常コンマをつけて区切るということがありました今回学ぶ独立分子構文とはこの二番目の主語が同じ場合は主語を省略するという部分でじゃあ主語が違う場合に関しては省略できないということですよねこの主語が違う場合 主語を省略せずそのまま残す文のことを独立分子構文と呼びます。例えば、父がここに来た時、私は英語を勉強していたというふうに書きたい場合、どう書けばいいでしょうか。まずはこちらを接続詞を使って表現します。まず、父がここに来た時は、when を使って、when my father came here と書きますね。 で私は英語を勉強していたまあ、I was studying English ですねこれらを分子構文のルールに従って分子構文を使った文章に直していきますまず接続詞 when は省略できます主語に関しては違うので省略できませんね今回 when の中が myfather になっていて主文が I なので 違いますなのでその場合マイファーザーに関しては省略することができません。で次に時制を考えてみたときに時制は両方とも過去形なので分子構文にする際副文の動詞を現在分子にすればいいんでした。もしここで 副文の時勢が主文よりも一つ前の時勢を表すときに関しては完了形の現在分詞を使いましたね完了形の分詞構文を使いましたねただ今回は両方とも過去形なので通常通り副文の動詞を現在分詞にするだけで大丈夫ですこれらを踏まえると まず「my father」の部分は省略ができないのでそのまま残して「came」を「coming」にしますそうすると「my father coming here I was studying English」というふうにすることができますこのように分子構文の意味上の主語が主文と異なる場合に関しては意味上の主語は分子の前に置きます ではもう一つ例文を出したいいと思います。例えば「寒かったので私は風邪をひいた」というふうに言いたい場合はどう書くべきでしょうかまず「寒かったので」という表現は「because it was cold」というふうに書くことができますね。でこれは独立分子構文は特に関係ないんですが英語では天気・気温を表す場合に関しては「it を主語にします。 その時の「イット」は訳さない「イット」で例えば単純に暑いとか寒いって言いたい場合に関しては「it's cold」とか「it's hot」というふうに表現しますここでも気温のことを言っているので「イット」を主語にして「because it was cold」になりますねで私は風邪をひいたという部分ですが 風邪をひくというのはキャッチやコールドで表すことができるので今回これを過去形にして「I call to a cold」というふうに書くことができますではこの文章をルールに従って分子構文を使った文に直していきたいと思いますまず、 接続詞であるビコーズは省略します。で、主語に関しては違うので省略しません。で、時勢は両方とも過去形なので、副分の動詞、つまり今回はわずですね。これを現在分詞にします。で、ビーングは原則として省略します。ただ、これ見ていただいたらわかる通り、ビーングを省略すると、もうそのままコールドしか残らないんですね。で、そういうふうに省略して、 動詞部分がなくなる場合に関しては、ビーイングはそのまま残しておいても大丈夫です。もちろん省略しても間違いではないです。ただ、例えばテストとかで分子構文を使った文に直しましょうという文に対して、ビーイングを省略して、形容詞部分だけを残す形にすると、 英語としては間違いではないんですがテストでは減点されてしまう可能性があるので省略して動詞部分がなくなる場合つまり何イングとか過去分詞形の形ではなくなる場合に関してはもう省略しない方がいいかもしれませんこれらを踏まえるとこの文は「It been called」 I quote or というふうふに書くこ,とができますこのように原則として分子構文の意味上の主語と主文,が主文の主語が異なる場合に関しては意味上の主語は分子の前に置くんですがあまりにもよく使われる表現に関しては 意味上の主語は表現せずに慣用表現として使われることもあります。それがこれらの慣用表現です。例えば、generally speaking で一般的に言うと、frankly speaking で率直に言えば、s t r i c t l y speaking で厳密に言えば、j u d g i n g from a で a から判断すると、constalling a で、A を考慮すると。というような表現ですね。これらに関しては、一応なぜこういう意味になるのかというと、接続詞、IF が省略されていて、また、主語は、不特定多数の人なんですね。例えば、この GenerallySpeaking をもし言い換えるとすると、 if people generally speak とか不特定多数の場合 we とか they でも不特定多数の人を表すことができましたねなので we や they を使って if we generally speak または if they generally speak というふうに書くこともできますただこれらに関しては 寛容表現なので特別にそのような意味上の主語というのは書かなくてもいいんですね例えば Generally speaking という文を使った例文を言うと Generally speaking traveling is fun という文は一般的に言うと旅行は楽しいという意味になります一応なぜ慣用表現で 意味上の主語を省略できるのかというと英語では意味上の主語が明らかに言わなくてもわかる場合に関しては省略することが多いんですねなのでこの慣用表現では基本的には本来省略されているはずの意味上の主語というのは不特定多数の人を表しますなのでわざわざ言わなくても不特定多数の人が主語になっているということは わかるので書かなくなったんですね。まあ寛容表現に関してはもうそのまま丸暗記でもいいとは思います。では最後にまとめます。まず主語が違う場合に関しては意味上の主語を分首の前に置きました。で原則としてビーニングは省略するべきなんですが省略して動詞部分 がなくなる場合に関しては省略しなくてもいいむしろテストに関しては省略しない方がいいかもしれません例えば前回やった受動態の,の分子構文に関しては being を省略しても動詞を過去分子にした形というのはそのまま残りましたよね なので、そのような場合は、ビーングは省略した方がいいですし、進行形の分子構文に関しても、ビーングを省略しても、その後に、もう一つ、〜イングの形があるので、省略した方が良かったんですが、ビーングを省略して、形容詞のみが残ってしまう場合に関しては、英語としては省略することも可能ですが、 試験などではあまり省略して書かない方がいいかもしれませんね。また、慣用表現に関しては、意味上の主語は書かなくてもよかったんでした。はい、それでは今回は分子構文、はい、それでは今回は独立分子構文と 分子構文の寛容表現について勉強しましまた。もしこれまでで分子構文について少し分かりにくいなというふうに感じた人はぜひ分子構文のまとめから復習してくださいそれではお疲れ様でした